西野宗平と申します。日本をベースに、写真家として活動しています。今回、サンフランシスコに来た理由としては、僕が、13年前から継続して行っているジオラママップという、プロジェクトのために、サンフランシスコに来ています。そのジオラマップというシリーズはその Google マップとはまた全然違うものというか、正確なものではなくて個人のその経験とか体験をもとに貼り合わせていっているものです。まあ、人のそれぞれの経験によってその街っていうのが、街っていうか地図っていうものが頭の中にぽっと現れてくると思うんですね。で、僕はそういうものを作りたい。このシリーズっていうのは大学の時から始めたもので、その時に、まあ、そのすごく高いところに、よく登っていたんですね。で、その高いところっていうのは、自分自身が、まあ、一人になれるというか、自分が、歩いてる姿っていうものをこう、なんていうかな、高いところから、まあ、俯瞰するというか、まずはその大阪っていう僕 の, その実家の近くにある町なんですけど、その大阪の街のいろいろなところを、まあ、要は人に会わずに、まあ、空中散歩っていうような感覚なんですけど、まあ、いろんなところを渡り歩いてその街の俯瞰図、俯瞰写真っていうものをそのコンタクトシート、ポストカードにこう貼り合わせていって、そういうものが、徐々に徐々に、こう膨らんでいって、でそれがこうある時にこう、重なって、そのエリアエリアごとで重なっていた時に一つのこう地図っていうものがなんと見えてきたっていうことで、その時期に見ていた心情みたいなものが地図っていうものにトレースしてできてきたっていうことが最初のまあきっかけです。このサンフランシスコで20都市になります。最初はまあ日本の都市から始まって、徐々にこうアジア、ヨーロッパ、まあ、アフリカとか、まあ、アメリカ、世界中のあらゆる、まあ、大きな都市に、まあ、訪れて作品を作っています。そのこの今までの滞在の中で、サンフランシスコではそのやっぱり多くの人とコミュニケーションして、その人たちが話すこととしては、やっぱりこの建物がどん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 建っていくと、で建ってそのまあ急速にこう建物がこうどんどん上に向かって、空に向かってこう伸びていく、まあ、それは他の都市も言えるかもしれないけど、特にこうすごくこう急激にこう伸びる、成長する、都市っていうのがのは少しこうちょっと問題のような気がしていて、それはやっぱり人々をどん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 孤立させるような、そういうようなこうことになっていくんじゃないかっていう心配はすごくあって、最近 だと大体1万5000枚とか 2万枚ぐらい撮影してます。それをこう全てこう、まあフィルムで撮影をしているんですね。で現像した、全てを、コンタクトシート、コンタクトを作ります。でそのコンタクトシートを1枚1枚こうカッターとハサミで、カットしていきます。でその後に、まあ、大きなホワイトボードに一枚一枚こう全て その自分 その撮影したものを貼り合わせていきます。その街を象徴する建物であったりとか、まあ、ものを中心にそこから広げていくんですね。まあ、大きな駅であったりとか、もしくはその海がある場合はその海の周りからとか、頭の中にまず一つまあ、その街をイメージした時に出てくるものを最初にこう作る、昔その絵を描いてたっていうような行為とすごく近いというか、記憶をこうインクに変えてそれで絵を描くっていうような感覚にちょっと近いかもしれないですね。